日に焼けやすいので日差しがちょっと心配です。はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。キララファンタジア始めていきましょう。お姉ちゃんズイレブン、いよいよシナリオクエストの完結編ですが、残り3日しかないんですよね。あ、さあシナリオクエストは完結したんで、収集クエストです。後編、今度は水属性と戦います。水属性と戦うのは土属性です。ということで土属性のメンツいらっしゃい。困ってますね。あばばばばというわけですね。あ、なんか入ってる。ちょっと待ってね。星5のメンツで、あ、ボーナスがあるのか。土属性ボーナスがある人がいないんだよな、問題は。これだとオーバーしちゃうんだよね。これ外せるんじゃないの？残念、4人ってことで、これならば問題ないでしょう。ということで、湯のち行きましょう。こっちはサポーター入れますよ。でも3人いれば大体大丈夫かな。土属性のサポートは、で、かつボーナスがある人は、ルキ。行きましょう、スターフラスコさん。なんかあんまり効かないですね。そう倒すわな。守りもしっかりしなきゃ。必殺の一撃。手加減しませんよ。スキルアップ。で、これでスキルを復活させて、まあまずにはまず優先ですね。確かに湯の地も上げないといけませんが、まずはアズニャンを上げていきたいと思います。そして今日はなんだかいいことがありそうね。中級で同じメンバーで、なるべく変えたいんで、みんなと一緒ならできるよ。まあ行くしかないな。僕倒すしかないもんな今の。すごい、やりましたね。
よく間違われるけど、本当はクリアの方が姉なのよ。さあ、続きです。スターフラスコさんか。あれ、スターフラスコさんが2人？レプリカフラスコ、あ、じゃあスターフラスコさんという名前じゃなかった。それでは行ってまいります。名前だ。負けない。きっと大丈夫。どうだ。おかしい。不幸。アンハッピー。これでどうです？この不幸って何の影響があるんだろう。お、残った。しかも、来た。で、スキル復活。うまくいくといいんだけど。手加減しませんよ。サポートします。多分これ、倒しちゃうんで。準備、あとで提供するだけ。 OK。 これはどうしたものか。不幸ゼロ。不幸って回復できないのか。もうちょっとなんですけどね。よくもすごいな。いいわ、気が済むまで付き合ってあげる。ラスト。まあ、しっかり倒すことを目標にいきましょう。奮闘努力。覚悟するです。あ、結構ダメージが高い。気をつけないと。あーっと、3体とも来た。もちろん倒しに行きます。サポートします。きっと大丈夫。どうだ。おーっと、倒しちゃう、倒しちゃいましたね。まあ仕方ないですね、一旦。力が湧いてきます。強いや、マズリアンは。やった、勝ちましたよ。モン属性の敵以外だったら無敵ですよ。逆に調整が必要なぐらいだよな。よく間違われるけど、本当はクリアの方が姉なのよ。もう一回だけ。みかんさん。私もついてっていいですか？うまくできるかな。引き続きこれ終わったら後日談撮りたいと思います。動画を分けます。お願い、間に合って。外周一色3つ。これ強いな。力が湧いてきます。サポートします。お願い、間に合って。どうだ。
当然倒しますね。で、これでやって、皆さんのやる気をアップします。この時のために練習します。あ、アズニャンが作動です。行きます。アズニャン、すごいダメージが12万。レベルは上がりましたね。いいわ、気が済むまで付き合ってあげる。少し。ありがとうございます。すっごく助かりました。10ですか、石は。さあ、これでトレード屋さんですね。あと鍛冶屋さんも行きましょう。ご所望は？今のおすすめ。お、花の食い物とかある。チケットって1個しかないからな。交渉成立。交渉成立。勝ち合い行こう。一応ユノの能力を上げられるはずです。一方ですね、ニフェルヤソリックはやっぱりあと16回。うん、16回です。上がってないんじゃないの。武器スキルがね、なかなか上げるのを苦労しますね。お姉ちゃんズイレブン。この民お姉さんに任せなさい。では一応プレイできるんですね、螺旋クエスト。頑張ってきますね。ちょっと時間あるんで螺旋クエストやってみるかな。炎と青、炎と青。水属性だと弱点はない、光属性だと強いってことですよね。逆にアズニャンとかは結構やばいかも。ってことは、あとはか土かってとこですよね。最悪なの炎。ってことは久しぶりアズニャンを下ろしてもいいけどな。こういう勝負どころは。つまり、まあ、こんな感じで、で、これに当然これをつけて、オーバーするんで、アズニャンは、アズニャンレベル上げてもしゃあないかもな。光か。彼女かな。
ただこれだけで持ってる。攻撃属性がね、コルクしかいなくなるのよな。でも一度やってみましょう。ギリギリいけますね。で、陽属性で、武器レベルが高い人、なかなかないけどね。今できればそれでいいやんっていう感じやな。超行きましょう。アズニアをあえて外してみたらどうなのかな。いた。え、5まであるんか。ちょっとコルコ自身に頑張る。あっと間違えた。どうだ。これは結構ダメージが。一体倒した。誰も怪我させません。回復者数が多すぎるけどな。これって最大の防御なのかな。もうちょっと守りもしっかりしなきゃ。私の全力を絞り出します。特快回復上がった。誰リカバリーの前に気を引き締めていきますよ。気合を入れて、いざ。これ倒せないのか。玄関一滴。オッケー。これでどうですか。一体なった。一体だったらダメージが減るんで、その間時間稼ぎできます。リカバリーを付与しましょう。そう先生に。当たってください。オッケー。これで戻します。できるかな。
の一撃。1回だけ使うのは良かったですね。残り1体。OK。あと2つ。回復した。これは攻撃は最大の防御。残り1体になった。わーっと。ないか。どうぞ皆さん私を盾に。今は我慢の時だね。ひとつ攻撃もやるんだ。先に攻めましょう。まず1体倒した。残り1体になった。倒した。1人だけですね、死んだ状態で。結構ついた形で回復できたんじゃないかなと思います。よし、気合い入れていくよ。